はい、皆さんこんにちは、吉田です。今日はですね、シンガポールから話をしています。シンガポールって、ショッピングモールとか、外にいても結構ネットがフリーで提供されてるので使いやすいんですよね。で、これ見てもらうと、これだ、Wi-Fi が結構フリーで飛んでるので、こういうところとかですね、接続すれば結構簡単につながるっていう、そういう感じです。で、スピードテストをちょっとしてみましょうか。いつも使ってるのがこれなんですけど、はい。で、Go ボタンを押すとスピードが測れます。よっと。で、ピングっていうのが、応答のその速度を指します。行って帰ってくるときにどのぐらい遅延が発生してるかって感じですね。0が一番早いんですけど、3になると、ちょっとだけ遅延してるっていう、感じです。1桁台だったらそんなにこう大したことないと思うんですけれども、2桁、3桁ぐらいになってくるとだいぶ遅延が発生してるっていう感じになりますね。で、ダウンロードっていうのとアップロードっていうスピードは、1秒間に3メガビットパーセカンド、1秒間に3メガダウンロードしますよ。で、アップロードは今出ましたけど1秒間に2メガアップロードしますよと。分かりやすく言うと電話、スカイプとかで、インターネットでスカイプ電話してるときに、聞く方ですね、聞くっていうのがダウンロードになります。それからウェブサイトとか動画を閲覧してる、見てる、受け取ってるっていうのがダウンロードになりますね。逆にアップロードですね、喋るとか、動画を見せるだとか、それからドロップボックスのファイルをアップロードする、文字通りアップロードですね、これがアップロードのスピードになります。ということで、シンガポールの、今日はですね、シンガポールのインターネット事情と、それから、インターネットのですね、速度、測り方、これについてお知らせしました。以上です。